ケトレーンとは、阪急電鉄が、京都本線等で運行している、観光特急である。主に、京都本線にて運行される、特別料金不要で、普通運賃のみで乗車できる、観光列車で、ケトレーンの他に、ケトレーン宮城くがある。これらは、阪急電鉄の登録商標である。臨時列車では、嵐山線や神戸本線でも運行されることがある。 定期運行は、土休日のみであり、平日は、貸切列車、臨時列車としてのみ運転される。なお、他社の観光列車に見られるような車内販売の実施や、アテンダントの乗務などについては行われていない。名称は、お客様を京都まで、お運びする列車であることから、京都と列車の英語名である、トレーンを掛け合わせたものである。 京都霊園宮平楽はこれに宮比名とへ向かう列車という意味から宮平楽という造語が付け加えられたものである。土休日ダイヤにおいて、京都トレインは快速特急 A、京都ー霊園宮平楽は快速特急として、共に大阪梅田駅京都河原町駅間で運行され、途中の停車駅は13駅、淡路駅、桂駅、唐須馬駅である。停車駅数は、 特急よりも少ないが、特急の続行で運転されていることから、所要時間は、特急と同等かやや長くなっている。快速特急 A は1日3往復、快速特急は1日4往復のみの運転であり、日中に、それぞれ2時間間隔で運転され、両種別合わせて1時間間隔での運転となっている。2011年3月から5月には、 梅田駅嵐山線嵐山駅間の軽トレインによる快速特急が運転された。この臨時列車の後に定期列車の運転を開始した。2012年から2015年は毎年軽の七夕開催に合わせ梅田駅河原町駅間において軽トレインによる臨時列車が運転された。2014年までは快速2015年は 快速急行で運転され、軽トレインには快速幕が装備されていないため、臨時幕を出し、独自のヘッドマークを掲げていた。2013年から2015年は、毎年、嵐山花道路、五三送り日開催に合わせ、梅田駅嵐山駅間において、軽トレインによる臨時列車が運転された。2014年までは、快速、2015年は、 快速急行で運転され、K の七夕同様に臨時幕を出し、花道路の臨時列車においては独自のヘッドマークを掲げていた。2019年の3月から5月、11月の行落シーズンの平日ダイヤにおいて、神戸本線西宮北口駅嵐山駅間で、K と霊園宮平区の直通特急が運転された。2020年10月には、 宝塚本線川西の瀬口駅嵐山駅間で、軽とレーン宮城区による団体貸切列車が運転された。軽トレイン、軽トレーン宮城区とも6両編成で、小弱車庫所属の専用車両が使用されている。なお、車両の検査等で使用できない場合は8300、k などの6両編成の一般車両が代走する。 種車は6 3 0 0系6 3 5 4回。主に京都線で特急用として使用されていた車両が改造された。コンセプトは、は、モダン。阪急電鉄の開業100周年記念の一環で、車内工房で、相性、デザインのコンセプト設定がなされた。阪急電車のイメージを壊さない範囲という制約の中で、金、銀のラッピングや、 従来車にない内装色などの試みがなされた。車両番号は1号車より6354から6804から6904681469146454である。特急用時代は8両編成であったため改造に、伴い中間車2両は、廃車されている。車体車体には形成位のラッピングを施された。 主制魚器など主要機器は変更されていない。2011年10月15日より、編成両端の先頭部に、線形のヘッドマークが設置された。前後で、色合いが異なり、大阪型の6354が金色基調、京都型の6454が銀色基調となっている。 2021年3月19日に運行開始10周年を迎えたことから、同日より、線形ヘッドマークに代わり記念ヘッドマークが、掲出されている。車内内装は、京都の町屋のイメージで改装された。編成両端の6354.6854と6914.6454は、京都市をモチーフにした転換クロスシート車となった。 座席は1.2号車の2両が、ランの花らし、五5.6号車の2両が、朝の葉をイメージしたデザインとなり、側面扉横には、和紙作家、堀木恵リ子による掛け軸風ポスターを掲出している。壁紙と床面の張り替え、補助椅子の撤去、座席モケットと、肘置きの交換がなされたが、座席本体や吊り革、照明器具、日よけの鎧戸などは交換されていない。 編成中間の6904.6814は、京町家をイメージした車内となった。座席は、半個室席で、側面扉のデッキ部分を玄関に見立て、格子状の飾りを設けている。その他、車内照明の間接照明か、貫通ドアの交換、冷房を吹き出し口の交換、日よけの引き下げ式ロールカーテンへの変更などを、施している。企画段階では、 ソファ上の座席を配置することも検討されていた。阪急のツーマン列車では、初の車内自動放送が導入され、日本語のほか英語、韓国語、中国語に対応している。季節ごとの案内放送や嵐山に関する観光ガイドも放送される。また、パンフレットラックを設け、日本語、英語、韓国語、中国語による京都ガイドマップを配置している。 天井の広告釣り、車内広告の枠、公衆電話、補助雑席は撤去されている。2018年11月3日からは9 3 0 0系と共に、半球の車両で初めて公衆無線ランのサービスを行っている。2021年3月19日に運行開始10周年を迎えたことから、車内に記念プレートが取り付けられた。 軽と霊園宮開く種車は7000系7006回。主に神戸線で通勤用として使用されていた車両が改造された。コンセプトはご乗車された時から京都気分。改造する編成の選定にあたっては7000系には高性車体とアルミニウム合金車体の車両が存在するが大規模な改造が比較的容易に行える。 構成車体の編成が選ばれた。K トレインと同じくは、モダン京町屋のイメージを継承しつつ、一両ごとに季節とテーマが定められ、それぞれ異なる外観や車内デザインで何度乗っても楽しめる車両となっている。2019年3月20日に報道陣への公開を行い、2019年3月23日より営業運転を開始した。同編成は、 神戸線時代の2000年にも一度更新工事を受けているため、今回が二度目のリニューアル改造となる。改造後も、各車両の側面の両端のドアの位置は変更されていないため、13駅のホームドアに対応している。そのため、通常ダイヤでは、快速特急 A と異なり同駅に停車する、快速特急で運用されている。2 3 0 0系とは異なり、 車体幅調整用のドアステップの追加は行われておらず、新方線への乗り入れ可能な状態は維持されていることから、前述の通り、降落シーズンの臨時列車や貸切列車での入線実績がある。編成前述の通り、一両ごとに季節とテーマが設定され、それに準じた外観や内装となっている。車体車体は、六両とも側面の中央扉が、 撤去され3ドアから2ドアに変更された。中央扉のあった箇所には丸窓が設けられた。キュート袋部分への側窓の設置は行われず、その部分の空間を補う形でラッピングが行われた。残った上高扉は窓が格子子タイプに改造され、京町屋をイメージしている。行き先、種別表示器はフルカラー LED に変更された。 同時期に登場した線形1 1 6回以降と同じ、シャッタースピード1、640対応の新タイプを採用。快速特急、直通特急で運用する際、種別膜は、快速特急と、軽と0円宮開区を3秒間隔で交互に表示する。既存のリニューアル車同様、ドアエンジンの交換、側扉開閉予告等の設置。 全消灯の LED 化も行われたが、制御装置の VVVF インバータへの乾燥や空気、圧縮機の低騒音化改造は行われていない。神戸線時代とは異なり、他の編成と並結することがなくなったため7 0 0に装備されていた電気連結機及び自動解決装置は撤去された。全体に金色と黒色を基調としたラッピングが行われ、 マルーンを損なわずに高級感が引き出された。ガワ層下部のほぼ全長にわたって、金の細体が、戸袋部分は黒を基調とした装飾がなされた。中央扉を閉鎖した箇所は、1.34.6号車は、大型の扇があしらわれた。一両ごとに定められた季節にあった植物があしらわれ、一号車は、風、二号車は、竹、三号車は、桜、四号車は、 青い5号車は某6号車は梅である。K とレーン宮平区のエンブレムも各車両の右で入り口の左とヘッドマークに配置された。なお、K とレインに準じたラッピングも検討されたが、側面レイアウトの違いで車体とのマッチングが悪いことから採用されなかった。車番表記は従来からの腰板部分に加え、 側窓上部にもステッカー式のものが追加され、ホームドアや高架橋越しにも車番が視認できるようになった。窓上の車番については、2019年11月以降に全般検査を出場した多編成、多形式にも適用が開始されている。車内内装は6両とも大きく手が加えられ、式調は、奇数号車が明るめ、多摩数号車が、 暗めのトーンでまとめられている。上皇口と中央部、車端部はデッキで仕切られ、中央部入り口には、単語チリ面ののれんや、京町家に多くある犬やらい、パンフレットラックが設置された。連結つま面には、海側のつま窓を撤去した上で、観光案内用の液晶ディスプレイが設置された。 撤去されなかった側の妻窓にはガラスにフィルムを貼り付け、障子堂をイメージした。神戸線時代にあった扉付近の LED 車内、案内情報装置は撤去され、扉上に車内案内用 LCD が千鳥配置で新設された。この LCD の背景には季節に応じた植物が表示される。2から5号車の車両中央の窓には、すだれカーテンが、 窓の上部には雪見障子風火よけが設置された。軽トレインと同様に、コーシューム戦乱も導入され、日本語、英語、中国語、韓国語に対応した4カ国語自動放送も導入された。自動放送は、神戸線との直通運転時の案内にも対応している。運転中は、前方映像配信サービスが行われ、 乗車中に専用 Wi-Fi に接続することによって見ることができる。座席は一人掛けと二人掛けのボックスシートが、それぞれ5ボックスと車端部のロングシートで構成される。京都河原町方の車端部には、L 字に配置された座席が一席ある。中央扉が撤去された箇所の片方には、枯れ山水の庭が設置されている。座席は、 全席ロングシートで枯山水の庭の反対側のロングシートは畳敷き座席となっている座席は一人掛けの固定式クロスシートが8席と窓向き座席10席と車端部のロングシートで構成される窓向き座席にはカウンターテーブルが設置されている座席は一人掛けの固定式クロスシートが8席と 窓向き座席10席と車端部のロングシートで構成される。窓向き座席にはカウンターテーブルが設置されている。中央扉が撤去された箇所の片方には京町家の壺庭が設置されている。座席は全席ロングシートで京町家の壺庭の反対側のロングシートは畳敷き座席となっている。座席は一人掛けと二人掛けのボックスシートが それぞれ5ボックスと車端部のロングシートで構成される。大阪梅田方の車端部には L 字に配置された座席が一席ある。運行開始当初の軽トレイン線形ヘッドマーク未装着2010年11月に2011年5月ダイヤ改正後に土曜、休日ダイヤにおいて現行の特急よりも停車駅を削減した京都観光客向けの 特急列車を6 3 0 0系で運行する計画があることが報道されたほか、同年2月21日には、阪急電鉄からも公式発表された。6 3 0 0系6 3 5 4回が、K トレイニエ、改造工事が施され、2011年2月18日に、小弱工場を出場した。3月19日から、 梅田駅や嵐山駅間の臨時快速特急で、K トレインの営業運転を開始した。定期列車としては、同年5月14日から、土休日に、梅田駅河原町駅間の快速特急で運転が開始された。快速特急 A での運転となった、K トレイン2018年5月22日、阪急電鉄は7000系の改造による観光特急。 K トレインの2編成目の導入を発表した。K トレインが好評を得ており、法日外国人の利用も増加していることから、さらなる沿線観光地の PR と旅客誘致につなげるため、2016年5月よりに編成目の開発が行われた。2018年12月に列車名が K トレイン宮城区に決定し、2019年3月に導入すると発表。 2月には運用開始日が決まり、3月23日から運転を開始することが発表された。なお、2019年1月19日のダイヤ改正から運用を開始するまでは一般車両で代走していた。7 0 0 0系7 0 0 6階が、京とレーン宮比楽へ改造工事が施され、2019年3月20日に、 報道陣への公開を行い、2019年3月23日より、営業運転を開始した。また、これに伴い、K トレイン、K とレーンビラクに共通するエンブレムが作成され、それぞれ車体に掲出された。一方、K トレインにおいては13駅へのホームドア設置に伴い、ドア位置の異なる K、K トレインでは客扱いが不可能となることから、 2019年1月19日に専用種別として快速特急 A が設定された。ただし、快速特急 A は快速特急よりも1往復減少し3往復の運転となっている。なお、改正当日は検査などで小弱工場に入場していたため、快速特急 A としての初運行は2月23日となった。改正に先駆けて、 種別膜などが交換され、快速特急の英語表記が従来のリミテッドエクスプレスからラピッドリミテッドエクスプレスへと変更されている。ありがとうございます。